はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマジバトの動画なんですが、潜在解放キャラね、追加が来ましたということで、あとね、新用具クエストとかも来てますが、ちょっとね、こっち見てみようと思います。比叡がね、陰属性の揚力タイプ、漆黒の火炎比叡が、潜在解放来ましたよと。この比叡はね、揚力タイプでね、なんか、オートスキルでね、攻撃回数増えたりするやつなんですが、まあ、揚力がステータスは上がると。そして、潜在オートスキルが、溶属性のダメージ耐性、氷属性に耐性、そして、余ダメ増加と。なるほどね。で、黒竜派が、90% から 105% にアップして、覚醒クエストやると、デメリットの防御ダウンが消えると。なるほど。そして、必殺技2の、自身にね、バフをかけまくるやつは、増加量が 70% になると。で、覚醒クエストやると、通常攻撃の余ダメも上がるよ、という感じか。まあ、特にね、通常攻撃は揚力タイプでも攻撃力も依存するので、攻撃力と揚力ね、両方 70% アップは、これかなり、強化になるんじゃないかなと、思いますと。そして、固有オートスキルの黒き炎の校舎で、これがね、自身に通常攻撃回数アップと、揚力アップ、味方がダウンした時に1回だけっていうことなんですが、潜在解放後は、70% の揚力アップと、そして、覚醒クエストクリア後が2回、通常攻撃回数が上がるってことは、これ一旦に3回攻撃するのかな？一旦に3回攻撃を3ターンっていうことだね、これ。はー。ただね、なんかこの比叡ね、使ってみようと思っ、まあ言う、打たれ弱いから、味方がダウンする前に自分がダウンしちゃう可能性も結構あるっていうところはあったけど、まあでも、攻撃回数さらにアップは強いな。なるほどね。ほー。まあ、揚力タイプ自体をね、あまり、使ってないので、これもね、まだね、Cランクなんだよね。だから、攻撃回数が3回上がるはね、覚醒クエスト多分最後のやつなので SSS まで上げないとちょっと進化を発揮できないかなという感じはあるけど、 SSS になってる人は強いね。でね、俺さ、この桑原勘違いしてたんだよね。一番初期の桑原だったね。昨日じゃない、この間一つ前のね、ガチャ動画で引いた、心属性の桑原がね、潜在来るのかって思ってたんですが、違いました。この初期のね、陽属性の攻撃タイプの、花咲く男気っていう方の、桑原が、今回はね、潜在解放でした。ってことで、こっちはね、一応 SSS まで行ってるんですが、まあ、オートスキルがね、巻物足んなくて8止まりなので、まだちょっと潜在解放できませんって感じかな、俺の方では。ただ、オートスキル上げ切っちゃえば、潜在解放、してね、最後、全ての性能を発揮できるはずなので、ここはちょっとね、巻物待ちですが、使えるようになったら使ってみてもいいかなと。まあ、潜在解放だけでもね、ライゼンとかに、まあ、ライゼンとかユースケに、つけとくだけでも強いので、それはそれでありかなとかね、思ったりもしますね。まあ、攻撃力高いんでね、なんか潜在解放だけさせて、普通にユースケにくっつけとくっていうのはありかなとか、思ったりもするかな。で、潜在オートスキルが、陰属性ダメージ耐性。まあ、潜在オートスキルはもうパターン化して、弱点に対する耐性アップと、あと状態異常の、耐性アップが1個ずつついて、その他にもう一つ独自のものがつくっていうパターンが、定着してきたかなと思いますが、まあ、桑原はね、タイルがつくと。なるほど。そして、必殺技に関しては、威力が上がる、
そして気絶の付与が 100% になる。まあ 40% じゃちょっと使えないもんね。そして、覚醒クエストやると、火ダメ現象の相殺効果もつきますよと。あ、威力もさらに上がるんだ。ほー。で、霊手裏剣の方は、270のところ、あ、270は固定で、HP 少ないほど火力が上がると、マックス150ってことは300、400、420% かな？単体 420%。 しかも、タイルの相性も良いということでね、これも結構強そうだね。さらに自身 25% 防御アップ相殺効果もつくと。で、固有オートスキル男の花道が、会心効果一ターンが、30% だったところ、2ターンになって、さらに発動率が 100% になる。これは、いいね。あ、常時会心みたいなもんじゃん、これ。しかも、強化効果がかかるたびだから、これ、あれだな。会心ダメージ増加と組み合わせると、常に威力が、2倍で殴れるんじゃないかな。会心がね、1.5 倍なので、サポートでね、会心ダメージ増加 50% をつけてあげれば、2倍、200% アップっていうかね、2倍のダメージで、通常攻撃が入ると、あ、っていうかまあ、必殺技も会心になるから、必殺技とかもね、2倍で入るって感じかな。あれなんだっけ、妖属性の潜在の比叡とか、列になんか会心効果つけれたんじゃなかったっけ？あれももし使える、重複してかけられれば、会心ダメージ 2.5 倍とかまで持ってけんのかな、今。ちょっとちゃんと見ないとわかんないけど。そして覚醒クエストもこなすと 30% の妖力ダメージ増加もつきますと。なるほどね。これ、桑原はね、巻物さえなんとかなれば使えるから、これは後日使ってみたいね、攻撃派だし。なんか、タッグユースケ、ライゼン、桑原で後ろに3人並べて、もうガリガリに妖属性で殴っていくみたいなのをやってみたいかな。で、こっから下がね、サポートの潜在解放ですよということで、タッグユースケ、桑原と、タッグのクラム&ヒエ、今回来てるやつの組み合わせで、以前に来てたね、潜在のやつですね。この辺に関しては、サポートの潜在っていうと先行してね、2周年で来てた、稽古ボタンの2人の傾向からすると、もう2つね、サポートスキルが加わるよと。まあ、メインのサポートスキルの性能上がりつつ、潜在サポートがね、2個つくって感じだよね。で、潜在サポートは、妖属性だったり、多分属性揃えてねって感じなんだよね、きっと。メインとサポートのね。なので、これは、まずね、普通のサポートスキルの性能が、パーセンテージが上がって、効果ターンも上がるというのと、耐属性の時、あ、そうだよね。耐属性の時に、攻撃力がアップすると。これも、覚醒クエスト後で 50% という感じかな。あ、装備者に弱体効果がかかった時か。はぁー、なるほどね。で、2の方は、気絶耐性バトル開始時。で、これも覚醒クエスト終わると 100% になると。あー、なるほど。耐属性攻撃タイプは、しぐれがいるのと、あと、比叡と、北進か？比叡と、あー、そうだ。トグロの潜在来てるやつもか。あの辺が、攻撃タイプで耐属性ですかね。なるほど、なるほど。んで、次、カエ、クラマ&ヒエ、ヨダメ増加の効果と、なんだまあちょっと見てみるか。サポートのね、能力が、ヨダメ増加。これも、やっぱり、パーセンテージが上がるのと、効果時間が上がるのが、潜在するとね、きますと。
そして潜在のサポートスキルで装備者が心の場合に、両方1、2と発動しますよということで、これは心属性揚力タイプって普通にクラマンドヒエにクラマンドヒエつけてねっていう感じなのかな、おそらく。そうすると、なんだ、装備者に 43%、そして 50% の揚力が上がると。それで、毒耐性がつく。なるほどね。そうだね。これはなんか普通に、クラマンドヒエにつけてあげるのがいいんじゃないかなって感じかな。まあ別にね、心の揚力アタッカーだったら何につけてもいいだろうから、潜在のユウスケとか延期とかでもいいんでしょうって感じかな。まあ特にね、サポートの2枚に関しては、単純にステータスの底上げだけでもね、コンペン組み合わせ的にいけそうだったら、なんだ、もう潜在解放だけしちゃってもいいんじゃないかなとは思ってるんだけどね。この前のボタンの時の感じを考えるとね。じゃあ、ついでにちょっと見てみると、そうか、さっきこっちにしてたんだっけ。こっちは巻物不足ですよ、巻物不足ですよってことで、二人ともね、ちょっと潜在解放まだできませんって感じで、そういえば、さっきちょっとね、会心の話の時に、これ会心率アップか、会心ダメージ増加ではなかったか。じゃあ勘違いだったな。会心ダメージ増加は潜在でついてたのか。はいはいはい。なるほどね。ってことは、まあ、桑原あれか、サポートのね、潜在じゃない。サポートの会心ダメージ増加つけて、2倍にするところまでかな、火力的には。なるほど、なるほど。はい。そして、まあ、サポートの方なんですが、まあ、一応ね、どっちも G ランク、F ランクっていうことで、覚醒クエストはできないんですが、一応こっちはね、覚醒の、コンペンさえあれば潜在解放はできるので、やってみますか。ちょっと、いきなりないわ。なるほど。メインのやつが足んないね。ここに関しては、眠れる獅子かな。で、次は、あれか、連想奮起クワバラかな、耐属性クワバラ。こいつも攻撃タイプの耐属性だね。忘れてたわ。でもこのクワバラもね、ちょっと潜在来ないと苦しいよね。ってことで、こっちのクワバラもちょっと潜在待ちですって感じかな。ヒエはね、2人目の潜在解放来てるし、まあ、なくはないんじゃないかなと。そうね、ヒエは二人目だから、まあ、クワバラもね、もう一体来てもいいんじゃないかな、という感じかな。そして、クラマンドヒエの方は、ここもまあ、行けなくはないが、ちょっと、微妙なとこだな。なるほど。男気クワバラも使える。まあ、男気クワバラがね、100以上余ってるなら、ここでいいのかな、それは。で、こっちはヒエで OK と。なるほどね。そしたらこっちは潜在解放しちゃってもいいな。まあ、とりあえず、そんな感じですね。で、こちらのね、潜在解放キャラピックアップガチャなんですが、潜在解放メダルがおまけでついてるので、ちょっと獅子若のコンペンと交換したいかなってことで、ね、こっちにもね、メダル自体はついてるので、100で引けるやつ、2個ね、2個っていうか、まあ、10連1回ずつね、引いて、今回の動画は終わりにしようかなと思います。じゃあ、引きますか。できればね、獅子若来てほしいです。さあ来い。お、場所は悪くない。オーラがない。ぶっ壊して、にゃにゃにゃ。ダメか。はい、最低限って感じだね。まあ、おまけのメダル10があれば、獅子若のコンペン10個にはできるので、
まあ、とりあえずって感じかな。で、こっちに関しては、できればジンかな。まあ、ヒエでもいいですけど、そうだね。こっちもじゃあ引きましょう。いけ！よし！こっちも演出悪くはない。オーラがないが、これでどうだ？ダメっぽい！おーし！ある！こっちであるのか。獅子若の方で来て欲しかったが、できればジン。ヒエだね。なるほどね。はい、というわけで、今回ちょっとね、20連してみてゲットできたのはヒエのみって感じかな。でね、あ、そっか、ここから受け取ってからか。これね、ガチャのおまけの、メダル受け取りまして、これがね、潜在解放来てるキャラのコンペンと交換できるので、初回の100に関してはね、実質あのこっちのね、霊石でコンペン買えるやつと同じレートで交換できるので、ガチャ回せた分だけ得だよって感じなんですよね。まあ、なので、初回100はね、あの無償分霊石ある人は引いてみてもいいんじゃないかなと思います。獅子若のコンペンと全部今回は変えちゃおうかな。他はね、まあ、ジンも多少気になるんだけど、獅子若をね、そろそろ使いたいなって、まだ B ランクなんでね。A もいかないのか、これだけだと。まあでもとりあえず、この中で一番欲しいの獅子若なので、獅子若に変えときましょう。はい。これでね、どんなもん70ってことは多分ね、届かないのかな。あ、届くか。とりあえず A ランクにはいけますね。ただね、S までいかないと覚醒クエストできないからね、なかなか真の力を発揮できませんが、とりあえず一歩前進です。あとね、C ランクのはずだけど、あ、そうだね、こっちもね、どっちにしろまだ巻物足んないので、まあ普通に覚醒ランク進めとこうかなってことで、B ランクにアップしておきましょう。そんなとこかな。そうそう、前回このクワバラをね、ガチャで引いた時にね、なんか予告で潜在クワバラ来るみたいなので、ちょっと、オートスキル上げとこうかなみたいなことも言ってたんですが、まあ先にね、総決を優先してたんで、やっぱりこっちも結局8止まりなんだよね。まあただ必殺技上げてあるんで、ここもね、なんか潜在来る気でいたら違うんかいってなっちゃったんですが、まあでもこっちの潜在の方がなんだかんだ嬉しいかな。オートスキルがちょっと上げきってないので、まあここはね、ちょっとまあぼちぼち上げてきますか。まあ、ぼちぼち上げていくにしても、あと15、15、30でしょ？ 30、45必要か。結構遠いね。なるほど。まあ、正直、タッグユースケのキャラリンクとしてだけでも潜在解放できると、かなりいい感じのキャラな気もするんですけどね。あ、そうだ、シャチもいたじゃん。攻撃タイプ耐属性。ちょっとね、なんかいろいろ忘れてるのがいるっぽいから、最後に、攻撃タイプの耐属性だけチェックしますか。トグロ、あ、まあ、これ俺が持ってるやつだけかな、だからま、持ってないキャラの方ではないんですが、潜在トグロ、シャチ、シグレ、北進、ね、そしてこれはちょっと星4なので、なんでここにいるんだっていうね。まあ、総合力順だからか。そして、クワバラの、まあ、上半身、はだけてるやつと、ああ、そっかそっか、結構いるじゃん、攻撃タイプ耐属性。花嫁ボタンもね、育てば強い気がするね。ああ、そうか、霊眼ぶっ放しユースってか。
で、あと、最近引いたばっかりのヒエイト。あー、なるほど。じゃあ、星5は少なくとも俺が持ってる中で言うと、3、4、5、6、7か。7人だね。なるほど、なるほど。絞り込みちょっとリセットして、総合力順にだけ直しておかないと、また後でごっちゃになるからね。そうですか。はい、そんなわけで、今回はね、潜在化解放のね、追加のやつちょっと見てみたのと、潜在解放メダルをね、ちょっと獅子若の方に振りたいってことで、ガチャの方もね、初回の100霊石で引ける分の20連だけやってみました。ということでね、今回の動画は、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。ほい。